満点いいもの発見隊池田アナウンサーです。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今回は全国に誇る、そして全国に広めていきたい青森のいいものをご紹介いたします。はい、突然ですが、はい、ここで問題です。何でしょう、どんどん来い。五所川原市にあって、はいはい、県内で3番目に大きい湖は何湖でしょうか。なるほどね、はい、分かりますよ、分かりますよ、はい、はい。でも今日は言わせてあげるわ。あ、いいですか。あ、どうぞどうぞ。知ってるから、はい、どうぞ。ピンポン。新入さん、どうぞ。13個正解です。よし。ということでですね、はい、今回はその13個で取れるあるものが入っているラーメンをご紹介いたします。はい、こちらをご覧ください。13個です。北の眞秀場、津軽半島13個。お邪魔したのは旅人の憩いのスポット、道の駅13個高原トーサムグリーンパーク。ここには地元の加工品ですとか、あ、13個メーカーの文字もありましたね。いろんなお土産品もいてますね。お、いらっしゃいませ。お待ちしておりました。駅長、よろしくお願いいたします。こちらこそです。早速なんですけれども、13個には全国的に有名なものがありますよね。はい、13個さん、大和しじみでございます。はい、ということで今回ご紹介するトーサムグリーンパークのいいものとは、はい、こちら13個しじみラーメン4食入りでございます。具材にたくさんの大和しじみが入った贅沢なラーメンですね。何よりも生麺、スープ一式揃っているのが嬉しいですね。今日はしじみラーメンご用意しましたので、ぜひ食べれてください。ありがとうございます。どうぞお召し上がりください。はい、いただきます。今日は特別に地物のふのりをトッピングしていただきました。はい、しじみがたくさん入ってるんですね。はい、さあ、じゃあまずはこの透き通ったスープからいただきます。うん、これすごいですね。スープだけでもしじみの旨味が凝縮されています。あ、もういくらでも飲みたくなるようなスープですね。そしてもうラーメンですから麺も一緒にいただきますね。うん、いや、ツルツルとしていて非常に喉越しのいい麺ですね。塩味ですから、こうあっさりしているんですけれども、旨味が凝縮されているので、はい、全くこう物足りなさがないというか。ございます。うん、13個の大和しじみは他のしじみとはどういったところが違うんでしょうか。はい、大和しじみは海水と淡水が混じり合う汽水湖で育ちます。そこで育つしじみっていうのは旨味成分を増して美味しくなるって言われています。この商品を作ろうと思ったきっかけは何だったんでしょうか。はい、ここ13個周辺には美味しいしじみラーメン出すお店たくさんあるんですよ。はい、で、その美味しいしじみラーメンをご家庭でどうにかこう再現して食べれないかなっていう思いから製造しました。こだわった点というのは。はい、スープに入れる、しじみ貝だいたい 80g ぐらい使ってるんですね。で、これがしじみラーメンのコストを爆上げしているんです。ただそれでもやらせてくださいっていうことで作らせてもらって、もう何回スープ作り直ししたかわからないぐらい。はい、あとやっぱり生麺どうしても使いたくて、地元の製麺所の方にも無理言って、特注で作ってもらいました。しじみラーメンを購入される方にはどういった方が多いんでしょうか。はい、やっぱりここ道の駅ですので観光で訪れるお客様がメインなんですが、地元の漁師さんにも人気あるんですよ。はい、地元の漁師さんたちは、自分で取ってきたしじみをさらに美味しじみして食べてるみたいです。大和しじみがたくさん入ったしじみラーメン13個が、そして青森県が全国に誇れる自慢の一品です。皆さんもいかがですか。よろしくお願いします。はい、今日はしじみラーメンスタジオにもご用意しています。やったー、お召し上がりください。ありがとうございます。ありがとうございます。よかった、あ、私のところにもあったわ。さっきのクイズ答えられなかったのにありがとう。よかったよかった。いただきます。いっぱい入ってますね、しじみがね。そうなんですよ、こんなに入るのってくらい入ってますよ。いただきます。うん、
ぱりこだわってますね、うん、しっかりあのスープ絡んで、うん、美味しい。ぜひスープも味わってみてくださいね。わあ、やっぱりこう本当に80グラムですよね、しじみがたっぷり入っているの で、うん、このスープにしじみエキスがすごい感じられて美味しい。なんかでもこのしじみラーメンとかちょっと塩ラーメンってちょっと味がちょっとなんていうんですか、ちょっと足りないんじゃないかなみたいなところもありますけども、全然もうしじみの旨味すごいし、しっかり味決まってますよね。いや本当にこれで麺食べた時に分かるんですよ、その時あの味がちょっと足りないって。これすごいとか絡みついてくるというか、だから麺もしっかりと考えられてるんだ、これうまいっすね。本当にしじみラーメンを美味しく自宅で食べていただきたいという、そういう思いが詰まった商品ですからね。ご自宅でその味が楽しんでいただけるかなと思いますけれども、これうまいわ。こちらなんですけど、あのお客様の中で味変をするのにバターを入れても美味しいよとおっしゃっている方もいらっしゃったということで、味がちょっとまろやかになってね、そうですね、絶対美味しいですよね、はい、バターも合うそうですのでおすすめです。うまい。今日ご紹介しました13個しじみラーメンは Amazon 日本ストアで購入することができます。 ATV ホームページ内に満点いいもの発見隊のページがありまして、そこから簡単に商品ページにアクセスすることができます、はい、またこのコーナーでは毎月5名の方に Amazon ギフトカード1万円分をプレゼントしています、はい、こちらもコーナーのホームページからご応募ください、はい、これからもいいものどんどんご紹介していきます。池田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、満点いいもの発見隊でした。